様。な、ちょっとせいにゃ、黙れってどういうことよ。お姉様、急にどうされたのですか。黙れだなんて私言っていませんよ。え、嘘でしょ。なんだか気味が悪いわね。早く女王様のところに行きましょう。騙され、いけせん。私がほんまなんです。よくいらっしゃいました。早速ブルーオーブを差し上げましょう。さあ、もっと私のそばに。しょ、待って。ちょっと待って。ねえ、その本から声がしない。待って、私が本物のシャール。目の前にいるのは魔女が化けた偽物よ。そんなわけないでしょ。皆さん、騙されてはいけません。本の中の魔女が嘘をついているのです。しつこいわね。私たちが二度も騙されると思ってるの。封印されたんだからおとなしくしてなさい。違います。エッケハルトの呪文の炎症が途切れたことで封印は失敗したんです。私を信じてください。封印は成功しました。魔女の嘘に騙されてはいけません。私を信じてください。お待ちなさい。どちらが本物か10年間シャール様の教育係を務めた私が見破ってみせましょう。どちらが本物のシャール様か確かめるため、私の質問に答えてもらいます。では早速いきますぞ。クレイモランに代々伝わる家宝とは何か、父上の教えを受けた女王様ならわかるはず。そんなの楽勝よ。ここにあるブルーオーブこそ王家の家宝。私が本物だもの、間違えるはずがないわ。ほほう、なるほど、ブルーオーブですか。承知しました。ではそちらはどうでしょう。厳しい冬を耐え抜き勤勉に働くクレイモランの民、それこそがこの国の宝。お父様がいつも言っていたことです。そう、それこそクレイモランに伝わる王族の教え。全てが明らかになりました。本の中のシャール様こそが本物。そんな嘘、何かの間違いよ。怪しい。またバレちゃった。もういいわ、降参よ、降参。せっかく取り戻した魔力もなくなったし、私には何の力も残ってないわ。煮るなり焼くなり好きにしなさいな。クレイモランの兵よ、魔女を捕らえるのだ。待ってください。女王様、何をなさるのですか。
シャール様、そこをどいてくだされ。魔力を失ったとはいえ、そやつは氷の魔女、近づいては危険です。皆さん、聞いてください。クレイモランを氷漬けにした彼女の行いは決して許されるものではありません。でも、私が本の中に閉じ込められている間、彼女は女王の重責に押しつぶされそうな私の相談に乗り、悩みを聞いてくれたのです。彼女の明るい言葉を聞くたびに、父を亡くした悲しみは和らぎ、女王という責務に対しても再び向き合っていける気がしました。お願いします、もう彼女に悪さができるほどの魔力は残っていません。命だけは助けてあげてください。ねえ、エッケハルトさん、女王様がここまで言ってるんだから、助けてあげてもいいんじゃない？うん、シャール様はこの国の王、その王が決めたことならば、我ら臣下は喜んで従いましょう。な娘ね。リーズレットよ、お主に聞きたいことがある。なぜクレイモランを氷漬けにしたのか、その理由を教えてくれんか。それはね、あの方が助けてくれたからよ。そう、私を本の中から出してくれた、美しい顔をしたあのお方。もう知ってると思うけど、私大昔に図書館にある本に封印されたの。本の中は泣きたくなるほど退屈だったわ。でも3ヶ月前、あのお方が現れ、本の中の私にこう言ったの。お前を本から出してやろう。その代わり、私の言うことを聞くんだ。あなた、いい男ね。助けてくれるのなら何だってしてあげるわよ。で、その頼みってのは何かしら。お前がクレイモランを氷漬けにすれば、私と同じペンダントをつけた英雄と呼ばれる男が現れる。その男、グレイグを倒せ。それでまんまとやってきた英雄を利用して魔力を取り返すために聖獣を倒させたの。あとはあなたたちの知っての通りよ。グレイグと同じペンダントをつけた男か。その男の名は何という？さあ、名前までは知らないわよ。私の封印を解いた後、すぐにいなくなったから。まあ、でも、とにかくいい男だったわね。皆さん、この度は本当にありがとうございました。お礼に、このブルーオーブを差し上げます。ねえ女王様、オーブもクレイモランに伝わる大事な宝なんでしょ？もらっちゃっていいの？いいんです。お父様が言ったように、クレイモランの民こそ我が国の宝。皆さんがその宝を救ってくれたのですから。それならありがたくもらっておくわ。これからも女王様として頑張ってね。プレッシャーなんかに負けちゃダメよ。心配しなくていいのよ、おちびちゃん。これからは私が付き人としてシャールを守ってあげるわ。お幸せにね。
ゃない。あんたこんなところで何してんの？俺のことはどうでもいいだろ。それよりもブルーオーブは手に入ったのか？もちろん。全部魔女の正体を暴いた私のおかげなんだから、ちょっとは感謝しなさいよ。ロー様、何か気になることでも？いや、少し考え事をしていただけじゃ。魔女をそそのかした男、少々気になってな。英雄グレイグと同じペンダントを持つ男、確かに気になりますね。そのものがウルノーガなのでしょうか？わからん。まあ、ここで悩んでいても仕方がなかろう。今のわしらにできることは、真実を求め大樹へ向かうことだけじゃ。よいか、わしらの旅はまだまだ続くぞ。いざ行かん、命の大樹のもとへ。ダメじゃ。あ、見てはいかん。あ、ロー様、古代図書館で熱心に読んでいたのはこれだったんですね。ロー様、旅先でそういうものを集める癖、まだ治ってなかったのですか？不潔よ、ローちゃん。おじいちゃん、かっこよく決めたのに台無しじゃない。待ってくれ、違うんじゃ。これはつまりそのなんじゃ、これはそのこれは。
一昨日来やがれ。なんだか今までとは空気が違うわね。険しい山道を抜けた先にこんな神秘的な場所があるなんて。マルティナさんたら、自分の故郷を神秘的なんて言われるとなんだか照れくさいわ。え、故郷ですって？ということは、はい、この地こそ私たちのふるさと。命の大樹と共に世界を見守ってきた神語りの里、聖地ラムダですわ。うん、静かすぎて退屈な場所だけど、ここに来るとやっぱり落ち着くわね。虹色の枝が見せてくれたオーブを捧げる祭壇は、この里を抜けた先に広がる始祖の森の山頂にあるはずですわ。ここで疲れを癒していきましょう。勇者様がいらしたと知ったら、みんなきっと喜びますわ。世界中の命を束ね見守りし、命の大樹よ、今日このラムダの地にまた一つ新たな命が生まれました。かつて古き葉として散った命は、こうして新たな葉として芽吹き、また違う一生を歩んでいくことでしょう。我らの母、命の大樹よ、聖地ラムダのいとけない若葉にどうか祝福を授けたまえ。冒険の姉妹、ベロニカとセーニャではないか。一体いつからそこにいたのじゃ。長老様、お久しぶりですわ。皆様お変わりないようで何よりです。
ベロニカ、そなたしばらく見ない間にずいぶん背が縮んでしまったようじゃな。これはちょっといろいろあってね。それより聞いてよ。ほら、私たち言いつけ通り勇者様を見つけてきたわよ。まあ、勇者様ですって。おお、赤子に祝福を授ける洗礼の日に勇者様がいらっしゃるとは。なんと今日はめでたき日よ。私は聖地ラムダの長老ファナード。こうしてお会いできる時を何年もの間お待ちしておりました。長老様、私たち世界中を旅してついに突き止めたのです。勇者様の命を狙う邪悪な者の存在を。なるほど。それではウルノーガなる者がデルカダール王国の誰かに化け、勇者様を亡き者にしようと。私たちはウルノーガを打ち倒すため、闇の力を払う何かが眠っているという命の大樹のところへ向かうことになります。命の大樹へは始祖の森の山頂にある祭壇にオーブを6つ捧げればいけるらしいわ。おお、私はかつてベロニカとセイヤが勇者様と共に命の大樹を目指し天高い山を登っていく夢を見ました。あの夢はきっと大樹の神託。そう思ってベロニカとセイヤの二人を勇者様のもとへと使わしたのですが、これで全てが明らかになりました。あの夢は勇者様が始祖の森の山頂にある祭壇へ向かう光景を示していたのでしょう。始祖の森へ続く道はこの先に見える大聖堂の奥にあります。私は大聖堂でお待ちしておりますから、オーブが6つ全て集まりましたら私のところまでお越しください。それでは勇者様、どうぞこちらへお越しください。なんて綺麗なんでしょう。こちらの絵は一体何を描いたものなのかしら。こちらの数々の絵はラムダの地に伝わる神話の一節を表したものです。勇者とは世界に災厄が訪れる時、大樹に選ばれて生まれてくる存在。この世界に初めて勇者という存在が降臨されたのははるか古の時代のことです。ロトゼタシアの全ての命の源は命の大樹。邪悪の神はその大樹の中に宿る生命力の根源、大樹の魂を奪おうとしました。そんな時代に命の大樹に選ばれ生まれたのが、あなたと同じ技を携えた伝説の勇者ローシュ様です。そして
勇者ローシュ様と共に戦ったお仲間の一人、賢者セニカ様。そのセニカ様の生まれ変わりと言われているのが、そちらのベロニカとセーニャなのです。ウルノーが邪神なきこの時代に、あなたがなぜ勇者として生を授かったのか、皆様の話を聞いて全てつながりました。どうかウルノーがなる者を討ち果たし、世界の未来をお守りくださいませ。ご分をお祈りしておりますぞ。うん